ホブズフェスティバルっていうのがあるんです。あの松山市の男女共同参画センターのお祭りなんですけど、そこで毎年市民企画の文化祭ができるようになってまして、それは公募でやりたい人が手を挙げて、審査されてということになるんですけど、まあ15団体ぐらいが選ばれて各、文化会ができるということなんですけど、今もう3年連続ネイブプライド愛媛でやらせてもらってまして、宇津さんも来てもらったり、その前は HIV の神戸の方で頑張って、いただいてるベース神戸の茂さんとかも来てもらったり、で去年は杉山文乃さんにも来てもらったりということで、これもちょうどいい発信で、コムズのイベント、共催イベントでもあるという中で、こういう性的マイノリティのことを意識してもらいながら、市民一人一人が自分らしく生きていく社会っていう、本当それがね、男女共同参画社会なんですよね。ちょっと言葉がね、男女共同参画とかっていうと、なんか男と女とも分かれてて、どっちかっていうと多分女性問題を取り組んでいくことで、男からするとちょっとなんかこう距離感をこう感じたりとかすると思うんですけど、でも実際はもう市民一人一人の一番大事な問題で、みんなが一人一人、自分らしく生きていける社会を作っていこうっていうのが男女共同参画社会。言葉をね、もうそろそろこう変えていってもいいんじゃないかなと思うんですけど、そういう意味合いでもこの性的マイノリティっていうものにこう視点を当てながら、幅広い、意識というか、なんか自由な、柔軟な発想みたいな、柔軟なこう許容みたいなのをまた発信、できていくというところで、またコムズの方からも応援をしてもらっているなという。なんかチラシのデザインとかがワクワクする感じでいいですね。そうですね、これもすごいデザイナーの人が頑張って、なんとかそのね、硬くならないように、そうですね、なんか難しい感じにならないように、したいなというところですね。当事者もなんかちょっとチラシを見て、なんか自分の意識がこう変わってくれたらいいなと思うし、一般の人も何か、またね、ちょっとこれなんかも杉山さんが実際もうそういう明るい方なんで、非常にその発信をまた利用させてもらいたいなというのでできました。来年は1月は石川大学に行くことになっています。でですね、はい、であと先ほど同問題出たんですけど、さらにそれを踏み込んでですね、同問題と在日と性的マイノリティっていう、もう 3社のシンポジウムっていうのを同問題をやってる市民NPO の主催のイベントでやってもらえてですね、やりましょうという話で、でこの組み合わせ、これもまた黙ってたらわからない、3社ですねっていう、ほんとちょっと一見ありえないようなこの組み合わせをこうやりながら、それぞれにまた関連していきますよ。ほんと在日の方の中にも僕たちの仲間はいいんだろうし、被差別部落の収支の方だってそうだろうしというところもまた発信していきながら、これもたくさん の方が聞いて、またこういうやり取りの過程がまた地元 その人権推進の中で、いろいろ応援をしてもらえるようになっていくというきっかけに、本当にここの NPO さんの応援なんかがおかげで、だから同和問題に取り組んできたその経験みたいなものを他のいろんな課題にまた反映してくれようとしている活動の一つであろうと思うんですけど、ありがたいなというふうに、思います。そういう過程もあって、松山の人権推進協議会っていう、その人権の、ことを考えている、本丸みたいなところですね、そういう、人権に関わる人たちがみんな集まるところの中の会の中に自分も入れるように今年なりましたので、そこで入って、他の人権課題も一緒になって考えていきながら、もう入り込んだ状態で話せますので、また自分たちのこともうまく伝えていけたら。入り込んでるとどういう、会議とかに参加するんですか？そうですね、実際会議に入って、もう先ほど来出てたような人権大会みたいな時の課題を何にするかとか、この文化会をどういうふうに運営するかとか、そう意思決定のところに現場にも入ってるんですね。ですね、はい、
まあ、自分らも関わって、まあ、よりまた他の人権課題の推進にも応援をしていくというような形ができるようになっていったというところですね。はい、でこれはあ、まあ、学生さん、これは愛媛大学の学生さんたちが、大阪のバレルに応援に来てくれて一緒に歩いてくれた時の様子ですね。本当に嬉しかったですね。ゼミの勉強で何回か一緒に自分たちとやり取りできてたんですけど、まあ、それこそ卒業前の一つのイベントというような形で、大阪来ちゃいましたというような感じで一緒に大阪のバレル歩いてくれたと。高速バスで来ましたとか言って、はい、あ、そうですね、みんな。そうですね、そうですね。でうちのこう上り持って一緒に歩いてくれて、でもう本当見てたらね、もうこの子と当事者と一体何が違うっていうのっていうようなね、状態の中でもう一緒、もう自分のこともようにこういうボード持ってアピールして歩いてくれる、あ、こういうような状態も起きるんだなっていうのをこう思いながらありました。はい、あと次はですね、7番目で選挙ごとにアンケート調査をやってます。立候補者にですね、アンケートの調査を出して、まあ、性的マイノリティの、それが新聞に載ってんの？これ知らなかった。これが、ね、去年、去年2010年の松山市議選っていうのが、ずいぶんまた回答率が良くて半数以上返ってきたんですよ。でそれもあって、ようやく新聞にもこう載るまでになりました。これ2005年からずっと松山市を選挙区とするアンケート、選挙でずっとやってきているんですよね。でちょうど小泉 の選挙の2005年の時からやって、一番最初に衆議院議員の解散の選挙で出した時にはもう一切回答がなかったというところから始まる。でその次にやった市議会議員のこの時の一応前の市議会議員の選挙の時にようやく数人こう返ってきたんですね。本当それも嬉しかったです。もう数人でもこう反応してくれたっていうのが非常に嬉しくて、 でも実際その反応してくれた議員の先生議員の方からもいろいろまた応援をしてもらえたりとか、またいろんなところを紹介してくれたりというようなことなんかもあって、それがどんどん広がって、今度4年後では半数を超える人からの回答が来るというところまで来ました。でこれは愛媛新聞には載らなかったんですね。毎日新聞と朝日新聞に、朝日新聞のこれは愛媛版、はい、ですね。こっちが朝日、こっちが毎日、ね、朝日毎日押さえてるのすごく、でもね、愛媛の中ではそんなとか言って愛媛の愛媛新聞の読まないと別に誰も読んでないっていうふうに言われそうなんですかようなことなんですけど、まあでもやっぱりね、天下の大新聞に取り上げてもらえたっていうのは、ネットに載ったりしますよね。そうですよね。こういうね、特に毎日新聞なんかも全部バーッと全国で流れていきますからね。で、あ、これでもまだ愛媛新聞は載らないのかというふうにこう思ったんですけど、その次ですね、これ去年の年末にあった愛媛県知事選挙とも松山市長選挙のダブル選挙があったんですけど、でその時ようやく愛媛県知事選挙で候補者全員から回答が来たんです。5人候補者になるんです。とうとう全員から来たぞと。1人はもともと松山市長の方でずっと回答してくれなかった市長さんだったんですけど、県知事、の選挙では回答して、まあ、実際今はもう現職の知事ですけど、まあ、知事また松山市長も現職の市長も回答が来るということで、まあ、両方、まあ、現職の市長からの回答が結果的に来たということになって、まあ、この部分はようやく取った愛媛新聞に、もうこれなんか選挙中のさなかにこれが載るんですよね。もう選挙のど真ん中のあたりの日付の頃にこれをちゃんと持っていきました。この時は結局市長選と県知事選で立候補者の中で一人だけが回答してこなかったんですよ。でそのことも名指しされてるんですよね新聞の中で、市長選の市長選の県議の誰々氏を除く7人がとかっていうような
もうこんなことかけられたらそれはもう大変ですよね。まあ、これはまたアタートのこれから の, あの調査の時にこれはもう必ず印刷して皆さんにアンケート調査の時には記事と一緒に送らんといかんなっていうようなありがたい。最後とかもすごいね。市長選の新規なんとかなんとかしは性を問わないパートナー制度ができるべきだとの回答を選んだみたいな、なんかそういうのを言ってるっていうのがなんかもうですね、ね、パチク状態なんですね。前の分の時なんかも結構ね、同性婚がどうしたとかね、そういうの結構こう書かれてるんですよ。こんな本が載るなっていう、ね、てかあなたが聞いたんでしょ、これそうそうそうこれがね、やっぱりその地元の人間がやっぱ聞くっていうところのこの迫力というかねまあ僕もまあ選挙ができる立場の、 一票入れれる立場の一人、まあ、その地元の人間の仲間たちが聞いてる中でちゃんとこう答えてくださいと。でこれそれでこの記事化されてるってことは、はい、エディさんが、流してるんですか。そうです、こういうのを送ったんですけど、でこういう回答来たんですけど、記事にしてくださいと。そうです、ニュースリリースにちゃんとして、まあ、なるほど、記者クラブに投げ込むわけです、ね、したらこんなに詳しくないんですね。そうですね、すごいな。ちゃんと取材してくれるとこもあるし、取材なく載っちゃうとこもあったりします、ね、コメントとか載ってるからこれが取材受けてますよね。そうですね、エゴプライド愛媛代表のエディさんがあって、コメントが載ってるという、ね、まあ、なんかこういうのはありがたい活動の後押しになりますね。なんかそこはかとない迫力がこう伝わってくれるんじゃないかなという、アンケートの内容の結果みたいなのはレインボープライド愛媛のホームページから見れるようになって、もうずっと公開している状態になってますんで、どういう質問でまたどういうふうにまた回答があってっていうのはまた興味深いと思いますんで。結構あれなんですね、だから愛媛新聞とかその県における割とメインの新、みんなが読んでる新聞っていうことにされないけど全国紙の地方版が結構あるじゃないですか。確かにそういうところってよくセクシャルマイノリティの情報ってちょこちょこちょこって載っててネットで引っかかってきますよね。狙い目なのかもね、うん、全国紙の。そうだからまだそれは多分毎日新聞さんなんか意識して協力してくれてるんだと思うんですよ、うん、毎日が一番頻度高い可能性ですね。やっぱりこれはこれでやっぱりちゃんと新聞に載ったっていう実績がやっぱ大きいですので、うん、やっぱそういうのに載った状態でまたいろんな人と話すとやっぱりまたやっぱり僕たちの問題って、そんなものは表に出すような話じゃないやろっていうとこからになっちゃうと思うんですよね。それはやっぱりいやそんなことじゃない、当たり前の口に出していく話ですよというふうにしていくにはやっぱりこういう新聞に載ったり、まあ、それこそ人権課題になったりっていうのがやっぱり大きく意味にはなっていきますけどね、うん、ただまあ乗るだけではいかなくてやっぱりそのまた活動をこうしていく感という感じですよね、うん、どんどんまたそれをこう後押し していくようなことをこう続けていくとまたその身になっていくということだろうと思います。松山市長の野心さんのコメントなんかも非常にこう元気が出るようなことも書いてくれてるんですよね。多様性を認め合う社会を私に目指す、一人でも多くの人を笑顔にする街づくりの思いに合致します。合致します。なるほど。しっかりと勉強して市としてどのような支援が可能か考えていきたいと思います、ね、コメントをくれたんですね。素直な気持ちで書いてくれてるなという、ちゃんとアンケートにこう書き込んでくださる、ね、コメント欄もある程度こうスペースを置いて、でやっぱりいろいろ思いがある人はいっぱい顔を変えてくれる人もいたり、まあ、中でもそっけない人もいたりするんですけど、またで、こんな、まあ、一見ちょっとおじさん的なまあ、ドボン系のおじさん的な議員さんとかがでも一生懸命この回答を真面目に考えて書いてくれたんじゃないかな、もうその帰ってきた文面を見るとね、こうその丸一つでも何かこう分かるんですよ。こう迷いながら書いてる様子とかっていうのがあったりとかして、やっぱりそのこういうアンケートはこれなかなか堂々と質問できるいい機会なんですよね。僕たちの質問を、まあ、言ったらもう大冗談で質問するということなんで、地元の市民が聞くようだから市民としてどういうふうに考えているのか聞きたいと、でまた意識をしておいてほしいという意味を伝えるためですね。アンケートに答えが返ってこなかったとしても、もうこういう問題がちゃんとこの地域の問題なんだと、私たちはちゃんとこの地元で生きて生活をしていますというところをこう伝えるためには非常にこう都合のいい方法じゃないかなというふうに思います。
払い手とというよりはもうそのことを知ってもらうために、意識してもらうためにっていうところですね。ここまでたくさん その候補者たちから言葉を引き出してるのは、なかなかないですよ、コツコツやっていくとやっぱり増えてきた。他のあまりここまでも、ね、聞いたことないですね。なんか、まあ、市議選とか県議選になるともう立候補者が50人60人とかになっていくんで、まあ、大変な費用がかかるわけなんですよね。総量また返信の費用とかっていうのなんかもですね、そういうのはどうやって賄ってるんですか。もう一応自分たちの活動資金の中で、うん、なんとかカンパとか、そうですね、このカンパですね、まあ、いろいろとまたまあ、イベントの時のちょっとカンパがちょっと集まったりとか、自分たちいろんなレインボーグッズ作ってちょっと売ってみたりとかですね、まあ、これもお遊びみたいなもんかもしれないですけど、まあ、そういうのをコツコツやりながら、うん、というところですね。まあ、随分最終的にはやっぱり結局は誰かが補填をせんといかんという状態ではありますけどね。